どうも、ゆっくり霊夢格好プヌシです。マリサだぜ。てか今回スタート画面から開始なのか。そう、前回までかなりの支援をしてきたけどそれでも買ってくれないノブカツくん。そろそろノブカツくんも飽きられてきてそうだしここらで終わらせるべく今回は前回までを超えた超絶支援をしていこうと思う。前回までも超絶支援だったがな。この支援で無理ならもうお手上げ、成功するにしても失敗するにしても今回で最終回。果たしてノブカツを救えるのだろうか。さすがにシナリオ変更はしないけどまずは徳川家の武将をいじくってと。おい、今回の支援ってまさか。そう、前回までで秀吉の勝利条件見つけたからね。まずは徳川家の確保、それにノブカツくんの分身か。そこに今までの支援を全部ぶっ込めばさすがにノブカツくんでも天下取れるはず。それもはやノブカツくんじゃなくて徳川家対秀吉なのでは。シャラップ、勝てばいいのだよ勝てば。この徳川家配下も信勝くんの凄技跳躍で引き抜いたことにしよう。無理ありすぎるだろ。すごい、これでも秀吉に武将数負けてるという。しかも7条245人が集まるという絶対の塾が発生しそうな状況。終わりと伊勢グーグーだね。我が家名を世に示す。おーおー、まあ徳川家だな。これで一気に徳川家の領地奪いつつ秀吉潰してめでたく勝利と行こうじゃないか。最終支援の始まりじゃあ、冒頭のイベントなかったな。あ、徳川家引き抜いたことでイベント全部ぶっ壊れたみたい。だろうな。てかそれなら地味にやばくね。イベントで同盟組むことできないから速攻で秀吉に潰されそうだ。しょうがない、手動で豊臣家とは初回のみ同盟関係プレゼントするか。それに新しく始めたから信勝くんセットも組まないとな。めんどくせー。あと今回はついにポンコツ信勝くんから分身信勝くんに進化するよ。ポンコツじゃない信勝とか信勝じゃない。正当にノップの後継者にふさわしい姿に。今回徳川家には家康さんしかいないし徳川家の兵力はいじらなかったよ。まあいじらなくても戦力差すごすぎるから変わらないだろうからな。ちょ、分身さん、イベントもないのに全く動かないな。このゴミを呼んで何をためらってらっしゃるのだろうか。常人には見えない何かが見えてるのかも。上司はすごい豪華メンツ。もうどこの勢力だかわからないな。マジで2ヶ月経っても動かないんだけど。秀吉とも同盟関係だから徳川家しか攻めれないはずなんだがな。ああ、もしかしたら内部的に秀吉が徳川家に攻めるようになってて攻めなかったのかも。やり直し。今度はちゃんと秀吉と徳川家同盟関係にしたよ。それでも2ヶ月動かない模様。マジでこの期間は何なんだよ。これちゃんと AI レベル上げてるからね。もしかしたら信勝は AI レベルをも超越する存在なのかもしれない。あ、3ヶ月目にしてようやく出陣。今回も奪った城は最大化。兵糧も即補給だよ。AI レベル上がるとやはり同時攻撃し始めるんだな。はっや。戦力と兵力が合わさるとこんな速度で制圧するのか。これはさすがに今回天下取れるでしょ。フラグオツ。イベントないことでこれ全勢力のリミッター解除されてるわ。これはとんでもないスピードで秀吉拡大するかも。それ以上の速度でうちも拡大できるといいんだけど。すごい、前回になかったスピードで制圧してるから各部隊連戦し始めてる。強化も忙しいや。攻め始めてから半年ほど経過。もう駿府城、飯田城に迫ってるんだぜ。ただ今回秀吉との同盟期間は1年。これは変更する気ないからそれまでにどのくらい拡大できるか。3ヶ月カット。さすが軍神、攻めるスピードが早い早い。もう真田家に迫ってるんだぜ。徳川家を先に滅亡させないのは相変わらずだけど。まあ同時進行はしてるからよしとしよう。ありえないほど赤字出してるんだけど、制作が原因だろうな。すごい、一挙前に誉れ発動してるよ。いつも見る秀吉の制作セットみたいになってるな。だとしても月々2万ほど赤字はやりすぎでしょ。あればあるだけ使ってしまうの部活くん。もうそろそろ開始から1年。かい、信濃はほぼ制圧して上杉家にも攻め出したんだぜ。秀吉との停戦もとっくに終わってるのに攻めてきてないんだよね。さすがに戦力が強くてこれだけの兵力があれば抑止力になるのか。このまま行けば確実に天下か。
なんか兵糧追加しまくるのも疲れたし、そろそろ打ち切ってももういけるんじゃないかな。まあほぼ徳川家の領地奪った形だし、奪った城だけ全部最大強化にしていくならいけるかも。岩戸の城まで制圧したし、ここからは北条家戦。多分もういけそうだから、ここからは奪った城のみ強化していくよ。だいぶカットしてるが、ずっと見てると勝利を確信するほどの勢いなんだぜ。現在開始から2年ちょっと。やはり戦力を上げたおかげで今まででは考えられないスピードだ。実質徳川家を無限強化してたようなもんだからな。そりゃずっと徳川家強化したら天下取れちゃうよね。ここでついに秀吉に宣戦布告か。開始から3年目の出来事。ただ制作でお金使いすぎて、お小遣いの100万は来月でなくなる模様。毎年30万以上使ったのかよ。あ、破産した。信勝くん貯金できないタイプだった。納金制作すぎたね。兵糧支援打ち切って1年ほどになるけど、進行速度が格段に落ちた。AI はなかなか半分の兵力だけとかで出陣しないのか、ある程度回復までは待機してるみたいなんだぜ。これとか少し兵力削って出陣すれば勝てそうなのにね。これがプレイヤーと AI の差か。これが破産後の制作。誉れだけは捨てなかった模様。まあ威信高いし、最大限効果発揮できるからね。てか当時両方と海上輸送発令しやがれ。ついに秀吉との最終決戦勃発。まさかの部活くんから攻める日が来るとは。これは勝ったな。ここからは信勝くんだけの力で天下取ってもらうために、全ての支援打ち切りにしよう。この戦いで勝利できれば、いろいろ優勢取れそうだしな。岩村城、あの津城、亀山城が主な戦い場所かな。出陣してる兵力見ると、うちが圧倒的に優勢だ。岩村城は速攻陥落。いいぞ、信勝くんの下克上だ。ちなみに徳川家以外の戦力確保は真田家も吸収してるんだぜ。徳川家と真田家が合わさって負けるはずがないよね。すべてフラグに聞こえるんだが。いいねいいね、どんどん攻めていってる。さすがにこの戦力に人海戦術は秀吉もお手上げか。4ヶ月カット。一応部隊も撤退したんだけど、なんか思ったより城制圧してなくね。大規模に攻めてた割にはだな。まあでもここから怒涛の攻撃見せてくれるでしょ。半年カット。回復して攻めた先は姉小路家。なんでー。一応秀吉の従属だから代理戦争みたいにはなってるが。一年カット。姉小路家を攻めつつ孤立してた木曽福島城を制圧。北条家に大規模攻撃を仕掛けた模様。北条家もだいぶ兵力増えてきてるんですが、やはり兵糧補給がないと苦しいか。現状開始から6年経過。兵力差はほぼない模様。あとは信勝くんが攻める場所さえ間違えなければ、北条家攻めてる時点で危ない気もするんだがな。秀吉がどんどん上杉家を攻めて東に拡大してきてる展開。さすがにちょっとまずくないか。だね、ここからは兵糧補給再開しようか。兵糧補給したら吹き返した模様。ただ秀吉が火ついてるの気になるんだけど。あ、消えた。いいぞ、各地でまた盛り返してきたね。2回目の激突が始まったようだ。今度は防衛側、守りきれるかどうか。戦力自体は同じかそれ以上だと思うが。2年カット。あれからひたすら攻め続けられて、じわじわ後退していく展開に。秀吉は西側制圧終わりそうなんだぜ。せっかくの兵糧補給も秀吉にではなく北条家に使う展開。ここでまたしても信勝くん覚醒。やばい雰囲気が漂ってきたでござる。半年かけて北条家をひたすら攻める展開。東北は伊達家と最上家が制圧したみたい。あ、3回目の激突。ここさえしのげれば。ダメでしたー。うすうすそんな気はしてたよ。関東に領地広げてる場合じゃないのよ信勝くん。あ、本拠地も陥落したな。うん、ここで投了かな。今回の敗因は途中一切の補給やめたことかな。まあ逆に補給続けてれば天下取れただろうな。これで検証結果出たかな。結果、信勝くんが天下取るためには、徳川家の武将を吸収し、お小遣い100万円、役職、官職最大、城の兵力最大、兵糧は出陣を補給。あとは信勝の軍神化だな。
この条件が揃えばきっと史実でも天下取れたはず。絶対無理でくさ。今回検証をシリーズ化してみたけど、検証は単発の方がいいという検証結果も同時に出たかな。たまに単発でやるからこそ面白そうだ。いや、秀吉やりたい放題かよ。ものすごい制作になってるな。そりゃ勝てないわ。ちなみに兵力差もとんでもないことに。あとは秀吉の人海戦術で全て終わりそう。今回新しい試みだったけどどうだっただろうか。私個人的には楽しかったけど、やはり自分で操作したい気持ちも強かった。でも検証のおかげで AI レベルの差、結局何があれば強くなるかなど実践で活かせそうなことも多かったな。兵糧の大切さ、これが一番の収穫かな。そのうち本編の実況であそこの投手 AI レベル低いとか言ってそう。どこ目指してるんだよ。ってことで今回はここまで。チャンネル登録がまだの人は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくなんだぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。